おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。今日はオーストリアケーブルカー火災事故について解説していくわ。ケーブルカー？ケーブルカーというと、山肌を進むものだよな。それが火事になったら、とんでもない被害が出そうだぜ。ええ？これはかなりの数の犠牲者が出た大事故よ。聞くのが怖いけど、気になるぜ。知りたいでしょ？解説していくわね。ゆっくりしていってねー。オーストラリアのケーブルカーだよな。それについて詳しく教えてくれ。いいわ、事故が起きたのはオーストリアのカプルンにあるケーブルカー、グレトスチャーバン2よ。これはワカプルンとキッツシュタインホルントを結んでいて、1974年に開通したものよ。ほうほう。ケーブルカー自体はかなり前からあったものなんだな。どれくらいの距離を走っているんだ？路線は全体で3900メートル。麓側のカプルンから約600メートルは屋外を橋梁で通り、そこから先の約3300メートルはトンネル部分を通るの。片道の所要時間は約8分半ね。へえ、ほとんどがトンネルなんだな。そうね。このケーブルカーは2つの編成が1本の高速の両端に繋がれている形式よ。両編成がすれ違う中間地点以外の線路を橋梁し、単線構想式と呼ばれるものね。ふむ。1つの編成はどれくらいの規模だったんだ？大量のスキー客を輸送するため、1編成は3両連結となっていたわ。各編成ごとに運ぶことができる人数は最大180人よ。そんなにたくさんの人を運ぶことができるんだな。ええ。編成の全長は29メートルで、編成の先頭の運転室には乗務員が1名乗っていたの。ただし、役割としてはドアの開け閉めをするだけだったわ。ほう。なるほど。じゃあ、事故について詳しく教えてくれ。OK よ。事故があったのは2000年11月11日のことよ。ケーブルカー営業中、上りの車両がトンネルに入ってすぐの時、最後尾の加工事業運転室から火災が発生したわ。加工事業運転室？運転中にそこで何かしていたのか？いいえ。上昇時には使われず、当時は無人だったの。ええ？どういうことなんだろう。乗っていたお客さんたちは驚いただろうな。ええ？駅を出発し20メートルほどのところで一部の乗客が火災に気づいたわ。すぐに乗務員に知らせようとしたんだけど、乗務員は火災発生箇所とは逆側の先頭運転室にいたの。それじゃあ、乗務員には連絡できなかったのか。そういうことね。だから携帯電話で連絡しようとしたわ。しかし、直後に車両がトンネル内に侵入してしまったために圏外となり、通話できなくなってしまった。そうか。道のりのほとんどがトンネルだったんだものな。その通りよ。この結果、乗務員は火災の初期段階に気づくことができなかったの。聞いていてドキドキしていたぜ。それでどうなったんだ？燃え上がる炎によってすぐ近くのブレーキパイプは破損してしまったわ。ケーブルカーへはブレーキの圧力伝達のため、120リットルものオイルが搭載されていたの。これがどういうことかわかるわよね。オイルが？着火してしまったら大変なことになるぜ。ええ。大量のオイルが床へ流れ出して火災はより激しくなり、運転室操作盤付近より上方へ広がっていったわ。ええ？もし私がこのケーブルカーに乗っていたらパニックだぜ。乗客も同様だったわ。それに、この火災によって油圧系統の油も漏れてしまい、油圧が低下し自動停止装置が作動したために、トンネルから約600メートルの場所で停止したのよ。止まってしまったのか。その状態で炎が燃え上がったら、逃げようがないじゃないか。乗客は何とかして脱出しようと、スキーのストックを使ってアクリル製の窓ガラスを割ろうとしたの。けれど、ガラスの強度のため、一部の窓が破られただけだったわ。火災の中、閉じ込められるなんて恐ろしすぎるぜ。乗務員はまだ気づかないのか？何が起きているかを理解した運転手が非常用バッテリーを使用し、ドアを開放したの。残る全員がケーブルカーの外に出ることができたわ。はぁ、よかったぜ。この時、乗客の中にドイツ人の消防士の男性がいたわ。彼は最初に破られた窓から脱出していたの。消防士がいたのか。心強いな。そうね。彼は経験上、煙突効果により上昇する煙を避け、炎を突っ切って下方へ避難した方が生存率は高いことを知っていたの。煙突効果？煙突の中に外気より高温の空気があるとき、高温の空気は低温の空気より密度が低いわ。だから煙突内の空気に浮力が生じると、煙突下部の空気取り入れ口から外部の冷たい空気を煙突に引き入れると同時に、暖かい空気が上の方へ上がっていく現象のことよ。ふむふむ。なるほど。それなら乗客のみんなを下方へ避難した方がいいな。マリサの言う通り、彼は窓から脱出した乗客へ下に向かうよう指示したわ。ドアが開放された後も、引き続き乗客を下方へ行くよう促していたのよ。彼とこれに従った乗客12名は避難用の階段を下って生還することができたわ。お手柄じゃないか。よかったぜ。あれ？でも、残りの乗客はどうなったんだ？
上方に向かって逃げた150名、乗客149名と乗務員1名は、火災によって発生した有毒ガスと一酸化炭素によって亡くなってしまったの。150人も。そんなにたくさんの人が犠牲になってしまったのか。これは傾斜30度の急勾配のトンネル内に、火災で温められた空気が煙突効果により上昇したことが原因とされているわ。ほとんどの死亡者は車両から15メートル以内で倒れていて、最も遠方まで逃げた乗客でも142メートルで死亡していたのよ。煙はかなりの速さで上の方に登っていったということか。火災の時は下方に行った方がいいというのは覚えておいた方がいいな。火災車両以外でも、下り方面へ向かっていた集団の中の2名と、山上川の駅に閉じ込められていた従業員3名が、トンネル内を上昇してきた有毒ガスによって命を落としているわ。本当に怖い事故だぜ。この火災の原因は一体何だったんだ？炎症を免れた下りケーブルカーの車体を調査したところ、運転室内を温めるために列車回収時に家庭用電気ファンヒーターが設置されていたことが判明したの。家庭用電気ファンヒーター？それってケーブルカーに使っていいのか？いいえ。取扱説明書にははっきりと車両では使用しないことと記載されていたのよ。え？説明書に書いていたのに使ってしまったのか。本来の用途と違う使い方をするのはとても危険だよな。そうね。ファンヒーターの後方を通る油圧系統から電熱線を通して、漏れた油が引火したことが火災発生の原因と推定されたわ。火災が起きるなんて想像もしていなかったんだろうな。でも、消火器などの防災設備もなかったのか？ええ。火災を想定した客室内の消火器などの設備や、車内放送設備緊急連絡装置はなく、乗客乗員間の緊急連絡や誘導指示などもできない状態であったことが分かったのよ。いつどんな事故があるかわからないのに、何も対策してなかったのか。やりきれないな。この事故では最終的に155人が亡くなったわ。オーストラリア人が92人、ドイツ人が37人、日本人が10人、アメリカ人が8人、スロベニア人が4人、オランダ人が2人、イングランド人が1人、チェコ人が1人という内訳ね。ええ、日本人も10人いたのか。日本人の死者の中には、福島県の猪苗代町立猪苗代中学校のスキー部員5人と引率の父親1人、慶応義塾大学のスキー部員2人も含まれていたのよ。本場でスキーを楽しもうとしていたのに、こんな事故に巻き込まれてしまったなんて、無念だったろうな。ドイツ人の死者の中には、女子モーグル代表で1999年フリースタイルスキー世界選手権デュアルモーグル女王の、サンドラ・シュミットさんがいたことも大きなニュースとなったわ。うわぁ、そんなにすごい人も亡くなってしまったのか。こういう形で命を落とすなんて思いもしなかったと思うぜ。このケーブルカーは今、どうなっているんだ？運行を再開しているのかな？いいえ。ケーブルカーは運行再開されることなく、トンネルは閉鎖されているわ。スキー場への交通手段としては季節のゴンドラリフト、グレトスチャー版カプラン1、事故後に新設された24人乗りのロープウェイグレトスチャージェットが使われているわね。ふむふむ。スキー場に行く方法は他にもあるんだな。ゲデンクシュテッテという追悼施設がカプルン駅近くに建設され、2014年、ケーブルカー地上部分の駅と橋梁が撤去されたわ。当然の流れだと思うぜ。ところで、ケーブルカーの運営者に何か処分は与えられたのか？いいえ。2004年2月19日に会社役員、技術担当者、政府検査官ら16人は無罪を言い渡されているの。え？火災に関して、何の対策もしていなかったじゃないか。それは罪にならないのか？オーストリアリンツ高等裁判所のマンフレート・ザイス裁判長によると、火事を招いたという容疑の証明が不十分だという理由だったわ。遺族にとっては納得いく説明じゃないと思うぜ。ええ、何の罪もない人々がこんな風に犠牲になってしまうなんて、あってはならないことよね。山や車両で起こりうる事故に対して、いろいろなことを想定した上で利用客やスタッフの安全を守ってほしいな。マリサの言う通りね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。